宮崎さんは反対しながらもやっぱり気になって仕方がなかったんでしょう。映画化の最終的な許諾を得るためにアシュラ系ルグインさんに会いに行くことになった時に、五郎は制作で忙しいから代わりに俺が行くよと言い出しました。これ僕が知ってるですね、宮崎五郎くんの日記と違います。宮崎五郎くんの日記によれば、お前は監督なんだから現場にいなきゃダメだ、俺が行ってくると言ってですね宮崎駿でした、アシュラ系ルグインにところに行ってしまった。そんなわけで宮崎さん、鈴木さん、ジブリの海外事業部のスティーブン・アルバートさん、いつも出てきますね、武田美子さんたちの一行に僕も加わり、アメリカオレゴン州のポートランドへ向かうことになりました。到着早々ご自宅を訪ねていくと、ルグインさんが出迎えてくれました。当時すでに75歳、挨拶もそこそこに、宮崎駿さんはゲド戦記の思いを熱く語り始めましたそして五郎さんが書いた第1弾ポスターと自分で書いた第2弾ポスターを見せ始めですね、どういう映画にしようとしてるのか説明しました。ところが話しているうちに自分が監督のような気分になっちゃったんでしょうね。五郎くんのポスターを表してこの構図はおかしい、自分の描いた絵の方がいいというふうに言い出してしまったんですと聞いていた僕は何を言い出すんだと思ったんですが焦りました。ルキンさんも戸惑っていますっていうですね、もうこの辺りはですね、鈴木敏夫さんの書いてるエッセイとかも重ねるとすごい面白いんですよ。鈴木敏夫さんのエッセイによると、ルグインは最初、アシュラ系ルグインは宮崎駿に監督してほしいと、そしたら宮崎駿は腕を組んで、ノー、もう僕は監督はやりません、昔やりたかったけどもうやりませんと言った。で話しながらこうどん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 、俺だったらこう作る、こう作る、こう作る、じゃああなたが作ってくれるの、ノー、僕は作りませんで息子が作ったポスター見て、こいつが監督になります、でもこいつはね、アートの映画、原作のこと何も分かってませんってボロクソに言い出して鈴木としては生まれて初めて人を殴りたいと思ったっていうことがですね、まあこれは鈴木さんのエッセイに書いてあるんですけども、だんだん変な気分になっちゃって宮崎さんもハッと我に返った時って僕らの方に向き直って、俺なんか変なこと話したというふうに聞きましたと。で僕としてはその場でルグインさんの許諾をもらえるものと思ったんですけども、ルグインさんは返事は今晩 のご飯の時にしますというふうなことでひとまず引き上げることになりましたと。で夜までの時間つぶしに行った先はエバーグリーン航空博物館ですね、ポートランドから車で1時間ほどの、巨大な施設です。宮崎さんの目当ては、ヒューズハーキュリーズというですね、ハワードヒューズという大先輩をお持ちで、アイアンマンのまあ本当にモデルになってる人なんですけども、その人のですね、スプルスグースハーキュリーズって世界最大の、飛行機でしたと。で映画のアビエーターのモデルにもなった億万長者ハワード・ヒューズが作らせた機体で、宮崎さん夢中になって見学してます。でも僕らは全員ルグインさんからの返事がこのあと晩ご飯の時だということで気になって、どうなるんだろう、どうなるんだろう、どうなるんだろう、暗いところ、暗い顔してるんだけど、宮崎駿だけはもうそんなことはすっかり忘れてハワード・ヒューズの写真をパチ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 飛行機の写真を撮ってましたというふうなことで、約束の時間になったら、食事の前にルグインさんから OK が出ましたと、安心したという話が書いてあるんですけどもですね、